どうも、こんにちは、ケンジです。本日なんですけども、ニュージャージー州のザ・マイルズ・アット・ジャージー・ガーデンっていうね、アウトレットモールにいつも通りカメラマンとね、ケビンさんと来ております。久しぶりだよね。めちゃめちゃ久しぶりだね。久しぶり。アウトレット、なんかアウトレット本当はいっぱい撮りたかったんだけど、機材盗まれたんよね。ああ、みんな知ってるか知らないけど機材僕たち盗まれて、それどころじゃないんですよね。そうそう。で、ようやくね、落ち着きを取り戻したというわけで、ケビンさんのね、おすすめかな、ニューバランスのアウトレットみたいなのがあるっぽいので、ニューバランスの視聴者もね、取り入れていかないとね。そうね、これからの時代は ね、僕の服装見てください。チャップマンのユニフォームで着てます。いいね。これだと多分ニューヨークでは怒られないと。そうだね。シュプリームとかなんかあるぞ。お、なんかリセールショップもあるっぽいので、一緒に見ていきたいと思います。ショータイム、オオタニ翔平。モノマネして。翔平オオタニ。誰もツッコミがいねえから確かに。こちらね、一応僕がマーキングしたショップですね。これとかなんだろうね、初めて見た。ジョーダン1ミッドペイントドリップだって。かわいい。$250てか、レディースやっぱ多いね。さっき学校もそうなんだけどさ、普通に高校生ね、これ履いてるのよ。これハイパーロイヤー普通に履いてるのよ。これも履いてるのよ、普通に高校生が。やばい。なんかよくさ、日本のスニーカー女子とかってこれ高いかなみたいな話してるじゃん。でももうみんな履いてるのよ、アメリカは。あの辺はオフホワイト$750。レイカーズのやつもこれ売ってましたよね、どっかで。倉庫のナイキ売ってたやつがこれ$250ですね。小堀さんが買ってたやつ$500ですね。パラこれ可愛いし、550これは$300ぐらいですか、ね、エイプとニューバランスのコラボ、これ$500で売ってますね。これ高っ。$500。これ僕買った時普通に定価で余ってましたからね。$600。あ、本当だ。俺のパンツ売ってる。俺が日本で唯一宣伝しているパンツ。これ$150だって。2倍ぐらいかな。2倍ぐらい。高っ。ブラベストスタジオも普通に売ってますね。あら、ケイさん、テレビやりますよ。そのシリーズやめましょう。やめる。紹介してあげよう。予約すぐに。そっか。彼は日本で最も有名な YouTuber だから映させろって言ったな。あ、本当ですか。なんか俺が面倒見る。あのヒゲホジャの人。あ、そう。ハワイガイ。ハワイ。俺はハワイガイって言われてるんですか、俺、キスの店員に。ハワイガイのユーチューバー。特別オファーがあるじゃない。確かに、連絡先交換したいね。アメリカの電話番号今すぐ欲しい。ここら辺もすごいですよ。これとかもあんま見ないですかね。どっち、これ。これ、これも見ない。これティファニー、超高い。これもえげつない高い。これ割とコレクションいいっすね、ここ。アパレルもなんかいろいろある。これ何のアパレルなの。これトラビスですね。トラビスやっぱ人気ね、めちゃめちゃ多いよ。下は全部トラビスかな。トラビス、全部トラビス。僕トラビス似合わないんですよ。確かに着てるの見たことないね。似合う条件が揃ってない。確かに。はい、こちらね、リブスですね。僕の苦手とするキャップなんですけど、もうアメリカに来て慣れた。アメリカに来てからキャップにもちょっと興味がありますね。絶対日本に来たら被んないんだけど。本当被んないよね。似合わねえな。あ、それ似合いそうだな。おお、似合う似合う似合う。あ、似合う似合う。おー、似合う似合う似合う。完全にアメリカ人なんだよ。には似合いますね。日本にそれやっちゃうと調子こいてるとこはあれです。確かにね。でもさ、普通のファッションしても誰も認めてくれないじゃん。変に思われちゃうじゃん。確かにね。お前そんなんよりもいかついのが似合うって言うやん。そうなるとね、やっぱこういうのになってくる。てかマジでこっちの人ってさ、服かぶるとかなくね。ない。本当にないよね。お前がどう思うが俺はこのファッションするっていうのがね、そうそう、めちゃめちゃ伝わってくる。それいいよね。キャップでさ、プレネードかあるの。あるんじゃない。あるんだ。あると思うけど、でも分からんから。こういうサイドパッチかっこいいよね。かっこいいね。日本でどうなの、そういうサイドパッチあんの。あー、でもちょくちょく流行ってるみたいな。キャップはまあ僕専門外なんで、滝山さんの動画見てください皆さん。ぜひ見てください。はい、こちらニューバランスのファクトリーストア、まあアウトレットみたいなもんですね。まあとりあえず入ってみましょう。アメリカのニューバランスのアウトレットなんてほとんど来たことないですね。もうケビンさんなんか友達みたいなのいますからね。あ、でも日本ではなかなかないようなものありますよ。993ってあんまないですよね。まあみんな欲しいやつですよね、最近。あ、そうなんだ。日本だとあんまり見ない。ここにあるだけなんですね。あれです、前この辺までありました。あ、そうなんだ。じゃあ売れてるんですね。ここら辺はなんかナイキと一緒っすね。箱切られて売ってるみたいな感じだね。$49とかで売ってますね。まあニューバランスってあんま買わないっすよね。高いってイメージが。なんかあと年齢で30代以上の人が履くって感じがするね。あんまり高校生は買わないし、買わないね。大学生になるとちょっと高いやん。そうそうそう。ってなると買わないよね。
僕たちみたいなスニーカー病だとね買わざるを得ないんですけど、うん、なんか見た感じだとそれも993ぐらい、うん、まあ大体そんなもんだな。993、993、990、990っていう感じだな。でもこういったモデルはあんま日本ないからね。あんまないね。ケミンさんもね993はね出てないって言ったんでね、うん、ぜひよかったら。そうですね、まあ僕は買えないから買えないからね、うん、まあ、結構日本からアメリカに来たばっかだとさ、うん、あこんなのあるんだすごいってなるけどさ、うん、アメリカ3週間もいるとせやなってなるね、ってなるよね。なるなる。すごいいいのあるなって思ったらさ、俺結構テンション違うじゃん。もう全然違うね。うわこれやべえみたいな。それってさどんぐらいの比率である？ 10% ぐらいじゃない？もう5日に1回とかよね本当に少ないのよ。だから本当にアメリカ在住者とかではない限りはなかなか本当の掘り出し物って見つけるのは難しいかもしれないですね。相当難しいと思う。こういったとこってやっぱトイレがあったりするんで僕たちが来るとすごいありがたいですよね。はい、ようやく来ました、うん、結構時間かかりましたね。これソールドアウトかな。ソールドアウト、いいショップですよ。ほらなかなかない、ね、デザイン。450ドル。450ドル。音でかいね。音でかいがやばいな。 BGM すごいでかい。もう結構安いんですよ。その1000ドルとか中古だね。結構中古もいいわ。音はでかい。ティファニーランクありますね、はい、1700。これ安いっすよ。これ安い。すげえ。大体見たことある。大体ある。アメリカのリセールショップではなんか、まあ、これ置いとけば一緒みたいな、うん、すごい。ここら辺もねちゃんと置いてある。エリック・エマニュエルのアパレルだったり、あ、キスあるやん。やばいっすね。殴ってますね。安い。やばいっすね。やばいって。やばいって。お買い上げ。やばいって。お買い上げだって。やばいって。スニーカーだって。ケミンさんが喜んでます。ケビンさんが喜んでくれると俺たちも嬉しくなる。そうだね。音はでかいんだよ。そう、よくしてくれるしね。これパリなんですけど1000ドル以上するんですよ。1200ドルとか。1200ドル。800ドル。安いね。これはね、マジで安い。安いよ。これでいいの？そうそう、この静かさでいいのよ。すごいね。YouTuber 殺しの店。ね、そうだね。まあちょっと適当に買い物していきましょう。はい、というわけでソールドアウト良かったですね。ケビンさんうならせることに成功できました。で割れてないと最高ね。結構治安はねあんまよろしくない。ニューヨークから車でちょっと行ったところにソールドアウトっていうお店が評価めちゃめちゃ高くていい店なんで、掘り出し もこんな感じでね、キスの T シャツとウィンドブレーカー2つ買っても100ドルぐらいなんで、すげえおすすめのお店です。ぜひ行ってみてください。いや雨降ってきちゃいました。というわけでね、最後にね紹介したいショップこちら、ヒクルーシフ。結構雰囲気のあるお店なんで、まあ許可取ってないですけど行きましょう。おお、結構なんか雰囲気ありますね。めちゃめちゃ下水分解寸前。そうだね。でも結構お宝ありそうだけどね、うん、評価はすごい高いんですよ。これの値段ちょっと聞きたいやん。気になるね。これレイカーズやん、うん、これはサイズは 11.5 っすね。おお、450。初めて見たけどね。まあね、俺ね見たことない ね。でもかっこいいよね。かかと、いいね。かっこいいじゃん。うん、ちょっと欲しいね。いいよね。あれなんだ、ボックス。すごいね、これこんなボックスなんだね。これでもハイパーランドワールドショップで売ったらさ、うん、ナイキから怒られません？悩むね。箱見たいよね。うん、箱見たい。ポップアップだけ でこのジャージシティのブランドなんですけども、基本的にはメンバーオンリーで、まあ、一般人ちゃんと買えないみたいな、そんな。へへへへ、そうなんだ。お前こっちゃ、じゃあ全部買うか。全部買う。なんかリリースされた記憶はない。リリースされた記憶はないだって。どういうこと、そんなんで持ってんだよ。おかしいだろ。I have guys here, they're from Japan, they're doing a vlog, so they want to know, if they want to, so they're, like, they're interested in the story, because he's going to buy both pairs. Oh, gotcha. Yeah, that's just from, he knows Air Kai and what he's doing and all that. Do you know, are you familiar with the guy or no? I know. No, they don't know. He's in LA right now, and he's releasing yeah. these right now. Wow. In LA. Special box? Yeah. Cool. All right. I got you. This one's a storage too, or you put it in somewhere? オレオじゃねえんだよ。俺はオレオに見えてる。完全にあなたオレオだと思ったよ。これ以上買ったら大変なことになる。そうだね。売れなかったら破産だからね。そうだね。Yeah, these are only really, really released in here, in Jersey. Like I said, he goes out of town. He goes to LA, he goes to like Texas, and he just releases different pairs there. あんまりさ、流通はしないんだけども、はい、結構そのナイキのこういうオマージュ。オマージュ、はい。っていうやつを、はい、
ニュージャージーでしか売ってないらしい。ニュージャージーでしか売ってなくて限定らしいです。彼らが言うにはチョイフェイク、よく言うとサンプル、悪く言うとパチモンだけど質は間違いないですよ。なるほどね。どこで作ってるんだろうね。この辺の裏じゃないの。ただね、その可能性もある。ニュージャージーだからね。そうだ、この辺しか作れないじゃん。Probably like 10-15 minutes away from here, a bigger store too. They got way more kids. Garden State Mall, we just stopped by the today. Oh really? Yeah, I have a store there too.Showtime? No, Showtime? Yeah, yeah, I know that. Oh, yeah, yeah. Yeah, we went to Showtime. Okay. Showtime と同じ系列みたいな。あ、Showtime じゃん、今日、さっき言った。今日、さっき言った。系列なんだ。すごい。It's cool. Oh, it's cool. 結構箱ちゃんとしてるのよ。でかいね。で、My Hawaiian's connection to the チャンネル登録を今して。お、Thank you. 彼らもチャンネルを持ってる。ああ今青年をさせてほしいと。じゃあそれはダメです。厳しいんだよな。エクスペシブプライスニーカーズインディストアショーイズ。裏だ裏だ裏だ。